子は日本の経営者、アルパイン代表取締役社長、山口県の出身である、1981年3月に山口大学経済学部卒業、同年4月アルプス電機入社、2000年3月アルプスエレクトリクリミテッド取締役社長、2004年アルプス電機取締役に就任、以降、同社常務取締役、 同社専務取締役を歴任。2015年にアルパイン専務取締役就任の後、2016年同社代表取締役社長となる。経営理念として顧客のニーズを第一と考え、国内外に限ることなく技術力や提案力を用いて丁寧に対応することを掲げている。2017年、営業部門、生産部門の組織改革に着手した。 音響機器事業や情報通信機器事業の売上の長所、短所を見直し、経営計画の達成に向けて取り組みに着手。日本だけでなく、アメリカヨーロッパ東海外向けの商品開発に尽力。日本工業新聞2016年4月28日付、アルパイン社長に、米谷信彦氏代表取締役の移動に関するお知らせアルパイン。 2016年4月27日付、トップインタビューアルプス電気株式会社専務、取締役管理本部長、米谷信彦氏、商いポリシー、ハットアルパイン第51期決算報告書。ありがとうございます。